シンガポールです。ちょっと今何時だ、ここ時計ないのか。17時45分あとよく40分後にはホテルに着いたんですけど、あと40分後にはメイクをして、なんとロビーに集合しないといけないという、マジで時間なさすぎ問題が発生しているので、とりあえずね、10時何分までじゃん。絶対帰ってこれないと思うんだよ、今日この後。そうだ、今日この後お食事に行くんだけど、絶対時間に帰ってこれないから、ちょっととりあえずメイクしながら一生懸命やりますんで、まあちょっとひたすら必死なんで、無言ですね基本ね。まあ気にしないでください、それに関しては。ちょっと急いでるんだよ私。もうさ、40分でさ、メイクも髪の毛もさしなきゃいけない。とりあえずさ、めんどくさすぎて服はね、もう T シャツにした。服はもうめんどくさいから、もう履いてきたスカートに T シャツをただ着るだけにして、よいしょ、待って、鏡ない、時間なさすぎ笑ったって感じですね。え、なんかさ、どうだろう、私さ、ポケット Wi-Fi 私持ってなくて、あの何、ここのホテルの Wi-Fi 使ってるんだよ。弱いんかな。まあ弱くても申し訳ない、持ってないから。弱かったね、許してください。私がね持ってなくて、しかもちょっとね、あの遠いんですよ、持ってる方とお部屋が反対で、 Wi-Fi 繋がらないので、私このホテルの Wi-Fi しかあれできなくて、ちょっとね、遠かった、ちょっと画質悪いなとか、なんか時差がなって、たまにこうホテルの Wi-Fi ってこの時間はまだいいんですけど、この夜の時間ってあるじゃないですか、夜の時間ね、この時間はまあほら人いないからいけるけど、夜の時間にもし配信する日があったらめっちゃ多分遅いと思うんだけど、まあ、その辺はちょっと許してもらって。しかもさ、変圧器買ったんですよ私ね、このシンガポールのために。今まであのいろんな海外行かせてもらったんですけど、変圧器行ったことなくて、なんか使わなくても全然行けたんですけど、ここのホテルはマジで変圧器ないと何も使えない買ったので、マジで買っててよかった、正解。マジ充電もなんかできないんですよね。 iPhone って世界共通じゃないですか。だけどしかも今回さ、タブレット持ってきてないから、携帯なんでコメントちっちゃすぎて全然読めないんですけど、すいませんね。そうだからさ、マジで iPhone って世界共通じゃん。だけどさ、ここだとさ使えないんですよね。だからマジで変圧器持ってきて買ったんですよ今回のために。変圧器わざわざマジ買って正解だったわ、マジで買って正解、よかった。危ない、マジで4日間もさ充電なしではさ 100% さ 100% さ無理だったよね。しかもさ、もう一つ残念なお知らせ、ここさ、まあ、海外だから仕方ないんかもしれないけどさ、なんとあのね、ユニットバスなんだけど、シャワールームしかないの。ちっちゃい、本当に一人分が入れるシャワールームしかなくて、見て、かわいいミニティリティルクッションファンデ、今日のために持ってきました。そう、いいね、持ち運びに。そう一人分ぐらいの本当ちっちゃい、何なんていうの、シャワー室しかなくて、湯船に浸かれないという、こう湯船に普段から浸かる系な私にとってはちょっと残念な気持ちですけど、そう、なんとね、湯船にね、疲れないです。湯船に疲れるのは4日後という、結構ショック。そう、私ね海外行っても結構そう
湯船のあるところ、湯船のあるなんか湯船っていうか一応なんか浴槽があるところが今まで多くて、浴槽ないとこ初めてなんですよね、泊まったの。まあメイク適当すぎるね、なんかもう全然隠れてないんだけど、いろんなもの大丈夫これ。っていうね、まさかの事態がね、浴槽がないっていうちょっとショックですけど、ね、ザシャワールームって感じだったよ。なんて言ったら、日本でいうまああれですよ、あんな感じ。なんて言ったらいいんだろう、日本でいうアパーホテルみたいな感じかな。あ、半夜関係。ああ、お粉があんまりない。やばい。しかもシンガポールってマスクしなくていいらしくて、なんかそうタクシーの人が言ってたんですけど、そうなんかマスクなしでいいらしくて、ホテルの受付の人もそのタクシーの人もあのマスクしてなかったです。なんかマスク必要なのは電車とかなんだっけな、あとなんかそういう期間だけ。よし、どうだ、戻ってきたかな、戻ってきたっぽい。やっぱりホテルの Wi-Fi ダメだわ。ホテルの Wi-Fi やばくないですか。途中さめっちゃさ止まっててさ、一回切ったんですよね私。止まってたよね。知ってる知ってるよ。だから一回切ったんですよ。したら一応戻ったけど、一応戻ったけど。やばいね。え、ホテルの Wi-Fi やばいね。ホテルの Wi-Fi やばいよ。終わったね。終わったわ。私ポケット Wi-Fi 持ってないからな。ちょっとね、もうできないとできないっすね。やばい、あと30分しかない。髪もやってねえぞ、メイクもまだ途中だ。あー時間がない、時間が。
たっけ。ちょっと集中しすぎて何の話してたか忘れたわ。何の話してましたっけ。ちょっと覚えてないです。続いてるかな、ショールーム。なんかさ、めんどくさいよね、メイクってね。わかる。あるんだろうね、すごい思うんだけどさ。時間やばいし。あとどれぐらいやれば。なんか溜まりすぎてさ、これどんだけやればさ、OK になるんだろうっていう素朴な疑問っていう素朴な疑問なんだけど、どうしようどうしようどうしよう。ねえ、もう立ってるよね。でもさ、立ってるんだけどさ、なんていうの、そのほら出ないんだよね、テロップが。15分経ちましたってやつ。なんかさ、いつやめればいいのって感じ。ちょっとさ、これ海外あるあるなんだけど、マジでどうしたらいいんですかね。15分経ってるはずなんですけど、十何分ぐらい経ってるはずなんですけど、ちょっとね、どうやって確認したらいいかが、ちょっと私もね、分からなくて、というかもう今ね、マジで手が離せなくて。大変慌てておりまして、本当申し訳ないんですけど、本当ね、なんかね、バタバタすぎてね、本当申し訳ないんですけど、なんかそういうちょっと時間がなくて、とりあえず。ちょっとね、時間がタイトなもんでして。ちなみに本当いつ15分、マジどれが15分。多分さ、何回もさ、あの、私切ってるんですよ、この、 あの配信があれやからって。だからさ、多分さ、
どこを境に考えるかっていうのがさ、ちょっと分かんないんだよね、きっとね。そうだよね、切ったりつけたりしてるからさ、違う。そうだよね、ごめんね。なんかもう本当にさ、バタバタしすぎちゃってるよね。時間に余裕がないんですよ、本当。すいませんね。私もこんなにね、時間がないとは思ってなかったけど、本当時間ないんですよね。こればっかりは本当申し訳ない。私もね、本当ね、時間読めない。時間読めないし、なんなら本当そんな感じだよ。ずっとそんな感じだと思う。シンガポールの時は。できた。完成。まあいいやろ、最低限やろ、最低限やろ。わー、さあ最悪や、香水忘れた。香水持ってくんの忘れた。終わった。まさかのさ、香水忘れちゃったよね。やらかした。あ、間違えた、これシャンプーだ。あれ、アルコールシュッシュどこ行った。え、マジで1時5分、いい加減にさ、黙って黙々とさ、やりたいんやけど、ゆりな、黙って黙々と作業したいんやけど、いつまで喋り続ければいいんや。シンガポールは UK か、これ?ん?これか。え、落ちた。え、弱。よし、来たんじゃない。来たー。うん、携帯の充電ないわ、そういや。しかもこれ逆なんやな、下に優先たちの線来とるやん。ポータブル、弱っ、密度弱っ。え、マジで本当、いい加減いつまでショールームするんや私。
あと15分しかない。やべ。え、もうええんかな、本当に終わって。終わるよ、ゆりな。マジで終わるよ。ほんと時間ないからね。ほんとこんなショールームで申し訳ないし、もはやランキングも読む時間ないけど、ほんとに申し訳なく思っているんだけど、とりあえず時間がなくて、絶対23時何分までに帰ってこれると分からんからな。海外はマジで時間読めへんから、ちょっと正直のところ本当に恐縮なんですけど、マジでもう前髪ダメだ、あげよう前髪。本当にね、海外ばっかりは時間読めないし、私あの AKB のメンバーと言ってるわけじゃないから、 AKB のメンバーとさ、ショールーム毎日アイドルとかさ、あれでさ結構時間あれしてもらったりするんやけど、それで行ってないからちょっとね、やっぱりショールームなんでってちょっと強く言えないところがあるからさ、ちょっとこればっかりは本当にソーリーって感じ。15分さ、もう絶対経ったよね。ほんと経った程度終わらしちゃってもいいかな。マジどこまでやればいいの。時間ない、やだ、時間に余裕がないのが一番嫌いな仰天ゆりなちゃん。え、なんかすごい弱いんやけど、このアイロンオンになったのにオンになってないやん。電気来てない、まさかの。めっちゃ私さ、こうやってアイロンでやんるってさ、全然やなって思ったんですよね、今思いました。なんとついてません、余熱も何もないわ。なんでアンペア決まってんのかな、もしかして。どうする、これでアイロン使えませんってなったらもう終わりますね、私仕事できないですわ。そうなったらもう泣くしかない、泣くしかないですね。買ったのにな、なんでマジで意味わからん。ということは充電もできてないんじゃない、これ。え、終わったかもしれん、マジで終わったな。あれな、さっきできててんけどな、なんなんやろね、一瞬できたってやつ。一瞬できててんで、一瞬。いや、マジで。なんかしようと思った。キープキープ。キープして。ずっと。ずっと。どこだ。
新しいね、マスク、ベルト、上着、もう脱ぎ散らかしてるけど、いっかな、いっか、帰って片付けよう。もう絶対15分経ったから終了しますね。じゃあそういうわけで皆さん、バイバーイ。